伝え、何にも考えてないなんか、まあ、いや脳内イメージはあるよ、うん、途中まで三陸の方行って横断して山越えて秋田に、うんうん、そっから先は分からん。今日は行けるところまで行ってサービスエリアで寝る、うん、風呂が入ってきた。東北道来た。2年前東北行った時はこの圏央道なかったから。そうだっけ、違う道で行ったよ。三茶とか通ってた。通った通った。アリーベテルチ、あれあれあれ、アリーベテルチ。大谷、大谷じゃなくて大谷。大谷でした。すいた。かわいい子が止まっちゃうんだけど、どんなちょっと落ち着いてったらいいなーなんて。お、落ち着いてるじゃん。この隙具合、さっき1個手前のパーキングエリアでなかなかの混みだったが、汚れてた。これは見えるよね。洗い損ねたかな。見えるよね。はあ、なんだろうこれ。ごめんね。今日はここで寝ることが確定したので、新品の水。日本買いで正解ですね。日本買い正解。よ。乾杯。乾杯。今年もお疲れ様でした。ちょっと早いんじゃない？まだか。ね、粋ですね、味が。あとね、俺アイナメ釣りたいんだよね。なんかうまそうだよね、ホッケの仲間って。いや、うまいうまい。昔釣った、福島とかで、茨城とか。めっちゃいい匂い。作業完了。おお、なんかすごい水分、思った以上に水分がすごい出てる。肉をクラッシュして、これクラッシュできたのかな。確かに手応えはあった。うん、ほうれん草、黒砂糖、お醤油、スペシャルゲスト、ご飯、じゃじゃじゃん。おお、このくぼみに入れるよ、醤油。うん、おい、え、これどれ食う？ホタテ食べたい。じゃあ俺ウニ食べたい。 OK、 どうぞ。ホタテちょっと炙ってあるんだよね。でかっ。うん、エビだな。でも次これだから、うん、俺この油なかなかレベル高いね、この寿司。うまい。スーパーの寿司なんだけど、うん、ラム肉さん、うん、うまい。焼肉みたい。うん、明るい。こんな明るかったっけ。これが今回の段取りの主役、うん、こいつが今ね、ちょっと調子悪いからね。合計で300-400W ぐらい使ってるから、さすがにうなってる、うん、これ長時間は多分使えないんだよね、うん、寝るときは絶対つけないし。もちろん。ごちそうさま。ごちそうさま。せっす。火
か近いか暑いな。外は寒い。それ眩しくない？凍ってる。マジで？ヒーターがない状態から起きれるのかっていうさ、ちょっと不安だよね。0.6 度、マジか。バッテリーが 60% だから、このあとまた運転するので走行充電するのが分かってるからつけるな。あ、うなり出した。まともなうなり方に変わった。もう一度に上がったぞ。すごい、トイレ行ってる間に2度も上がったよ。ここでしょ、目の前で。いやで、今ここに置いていた、ここテーブルに。パッと飯食うか。耳栓しないで寝ちゃったんだよね。すごい、車の出入りが多くてさ、うるさかったわ。耳栓しようにも起き上がってやっとるのめんどくさかった。私はどんなところでも必ずしてる。家ですらしてる。家ですらしてる。これは発酵のいびき対策。俺のいびき対策。いつ書くかわかんないから。先にコーヒーを作ろう。そうすれば温まりそう、部屋が。今コーヒー入れようとしてた。あ、そのね、それ効果的だと思う。そう、先にこれをやることで車内を温めようと思って。うん、私それがいいと思う。今何度？6度ぐらいの？ 5.6。 でもこのね、なんか湿度が高まると体感温度が上がるから。やばい。ネットで買った2000円ぐらいのやつ。え、あれ2000円ぐらいしたん、あれ。マジ？全然これでいいやんか。もう今日はレンチとか作らない。昨日買ったパンをかじりながらも出発する。寒いし。なんと 47.6% になった。やっぱ使いますね。予備電源あるんだけど、ブルエッティさんは。そう、絶対水だと思ってこうやったらシャリってる。シャリってるね。まだか。上に持ってかないかね。シャリやべえ。マジかよ、まだ全然東北じゃねえんだけど。たまりまくりだな。すごいね。あ、快晴だよ、快晴。こりゃあいい朝、いい朝にパン。事故通行止め説。説ある。マジか。出てみる。もう出るしかねえか。あ、出ようか。看板に要注意だよ。そうだね、ちょっと注視しておきましょう。郡山って東北道あるまだ行けるな。でも郡山なら安達太良までは行けない。安達太良までは無理か。通行止めになってる。事故通行止めでございます。渋滞はなってなかったね。渋滞なかったね。うん。
こで降りるついでにちょっとオートバックスで整えようじゃないか。やれやれだぜ。ジョン太郎の俺ジョン太郎一番好きやな。もうワムじゃねみたいな。いや面白さとかで言ったらさ、いや面白い。私ギアチョとかも好きなんだよ。え、あのホワイトアルバムの人。ああ、相手に。オートバックス。あ、10時からだ。あら、早く来すぎた。待ってる間にちょっと作戦考えたけど。八幡平って私ずっと読んでたんだけど、これ。八幡平の方に行ってみる。うん、ちょっとこれ綺麗そうなので。キャラバンワイド E26 81 12、それだ、それと12、これだ、ね、なんかふわふわしてる、なんかワイパーがね服着てるみたいな、ぷよぷよしてかわいい。 あ、はまったすごいすんなり。ピアーピアーって書いてある。あ、はまったって書いてある。調子はいいね。うん、キュッてなってますね。夕方までならまだ氷点下ならないだろうから、夕方にそれ入れよう。マイナス30度までいけるやつ。通り過ぎる。俺らの米だ。いっぱいだ。買い物しようかな。あ、そうだ、買い物さないかんや。この辺で買っとく方がいいかもしれない。どうだろう。八幡平行ったらでも、あ、2時くらいに着くよ。あ、じゃあ店も開いてるか。行ってから買い物して風呂入っててやる。うんうんうん、元宮。そして雨なんだよね。雨なんだよ、うん、もちろん雨でも快適に拭いてくれるね。うん、11時ぐらいにご飯にします。そうだね、早めの方がいいし、ね、うん、そう、昼時になったら混むけどね、虹がね。あ、虹があった。いや、怪しい。虹があった。映った。怪しい。映ったぞ。確実に雪が増えてきて。確実に雪だ。だって UFO 恋愛がマジですごいね。だってさ、お風呂があって、あのうまそうなラーメンとかもあって、うん、UFO の情報も知ることができる。そうだよ、マジで最強の施設。後楽園がある。え、ほんとや。ラーメン食えってことだ。あ、醤油入れ忘れた。いただき。あ、だに。ちょっと汁飲みすぎた。うん、そして最強の道の駅見つけた。マジで最強。温泉がついてて、山直もついてて、で、もう道の駅。雫石。うん。八幡平の手前。そうだね。普通のパーキングエリアなんだけど、あ、ほぼ充電終わってる。ナイス。うん、100% になった。素晴らしい。映像だと雨に見えるけど、うん、ちょっと映像だと雨にしか見えんね。岩手県に入った。おー、で今夜は結構山場だよ。結構課題は分かったよ。朝と夜ハロゲンヒーター使うとバッテリーがやばくなるっていうのが分かった。結構減りやばかったね。だから、あの、やっぱ料理をする熱をうまく活用するっていうのが一つ方法として。ガスコンロの熱を活用する、うん、それには夕飯を鍋にする。夕飯を鍋にする。これから毎日鍋。朝は起きたらお湯を沸かしてお茶を作る。お茶を沸かす。自負武器地帯。自負武器地帯だと。おー、2リットル入った。出たぞ。意外とね、もうすぐ着くんだよ。おー、楽しみだぞ。料金は7,870円です。雫石。そう、雫石に向かう。うん、
まさに。そう、なんかキャラバンにね、スノースイッチみたいなの発見したから。ああ、なんかそっちの。雪道になったら入れてみよう。おう、近づいてきたね。おお、素晴らしい。気温0度。本当だ。さっきマイナス1度ってなってるところもあったな。道凍るな。おお、これは立派な施設だよ。噛んだ。これが休憩所と書かれておるね。なんだ、欲しい。2キロでもいいんじゃない？また買えるもんね。さあ、電車の量が生乳だけなんだけど、すごくない？すげえ。2日までこんなの固まるぞ。これキムチだよね。これでキムチ鍋？うん、今は汁がいっぱいだから。左が風呂で右にトイレがあるから、今止めてるらへんがちょうどいい。そこの体験施設とか風呂行く。風呂うまそうじゃん。めっちゃうまそう。うまそうじゃん。バイバーイ。猫。サブバッテリーが消耗しないようにハロゲンヒーターをこの子につなぎました。広大な空間に。サウナ入った。サウナ何セットやった？2セット。あ、ここの LED が終わった。んそこ消しちゃおうぜ。こっちは大丈夫。多分その LED がダメになった。うん、冷えたらやばいからね。しかも牧田さんつけてる。もう残念なお知らせ、八幡平は冬は入れんらしい。無理やん。じゃあ反省ですよ。スタート地点まで除雪されてないんだけど。生姜が入ってね、火の粉がね。こう捨てればもう FF ヒーターいらねえわ。これ FF ヒーターいらないかもしれない。一生布団に入ってれば。13度あるんだ。あ、いいじゃん。あ、しらこ。まだらしらこ。これグリって言っちゃっていい？うん。春菊、水菜、舞茸。こいつ自体が暖房になってるもん。あ、そう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 。こいつ自体がもうあったかい。うわ、とろっとろ。15度に上がった。下どうしよっかね。秋田方面に行っちゃうって説もあり、ニンニクセンターやってないし、八幡平も登れないし、しなこうまそうに、うん、どんどん上がってるよ。本当だね。すんげえなこれ。しかも私たちはほら鍋を食べて体の内側からも温まってるから。そうそうそう、これが強い。ちなみにあそこに一酸化炭素警報器とここで窓で換気はしてる。これはヨネさんのニンニクらしい。あ、そうそう、ヨネさんのニンニク。あ、これだな。そう、これヨネさんのニンニク。あとわずか。大丈夫？
ていう感じかな。意外に難しかったわ。うん。あ、飲みたくなった。あ、私だけと言っていたのに。あ、大臣さん、乾杯。はい、乾杯。あ、うまい。ナチュラルミネラルウォーターみたい。いや、ね、めっちゃ手間かかってるから。あ、うめえ。最高にうまい。ちょっと何分経ったか分かんないけど、メモリが1個減ってる。なるほど、うん、激アツなスキー場いっぱい見つけちゃったから、スキー場寄り道しながら行きてえなと思った。スーパーローカルスキー場みたいな、コース1、2本しかないスキー場みたいな。 FF ヒーターがなくてもこれつけて厚着してればいくらでもここにいられることが分かった。だけどさ、全体的に暖かくなるのは FF ヒーターの方だよね。そうだね、これは本当に局地的にしかない。これはね、そう、うん、あっちの方は多分寒いよし、あの、私も体の半分寒い。ああ、実はそっち側が、うん、今0度だね。全然あったかいね。ダメ。今日は耳栓をした。なぜ耳栓をしないのかがわからない。うん。あ、これもちょっと併用しよっから今日は。末端を動かしてこの岸辺露伴体操的なことをして。血流を良くしてからね。血流を良くしてから寝る。消します。おやすみ。体操はこういうやつだ。こういうやつだ。ああ、そういうやつね。うん、あれ。あ、わかった。目出し棒やろ。目出し棒は、目出し棒っていうかバートンのフェイスマスクなんだけど。これ、この毛布結構重要だからね。取らないでよ。顔が締め付けられる感じはするけど、いいや、おやすみ、これで寝よう。多分その顔にピチってしているからこそ暖かいんでしょ。そうそう。牧田さん一晩中ついてんだけどさ、すごくない？消費は半分。凍ってますね、完全に。今7時だからもうちょっと横になっとくか。おはよう。あ、今マイナス 0.3 度だ。え、あ、でも結構雪が舞ってる。結構積もったかもしれん。うお、こんな感じか。あ、除雪車いる。あ、除雪されてる。わお。めっちゃ雪かぶっちゃった自分が。バッテリーがめっちゃうなってる。インバータがね。あ、インバータか。うまい。蜂蜜も。蜂蜜なしでもいける。あ、超凍って、超固まってる。めっちゃうまいね、これね。うん。なんかサワークリームみたいな感じ。うん。生乳だけでこれができるのすごい。うん。9度にはなってる。すごい。でもさ、寒いけど。やたらと息が白いんですけど。入ってみて。スキーウェアのズボンに履き替えちゃった。うん、分かった。改善点。分かった。起きた時に蜂蜜と油を頭に置いた上でお茶を沸かす。そして溶かす。
蜂蜜と油を。フロントの雪は結構粘り強い。そうそう、しばらくこれ加熱が必要だから。骨幹の洗い物、洗剤が凍ってはない。凍らんしろ。言えばなんだけど、エンジンかけてからしばらく経つけど、まだサブバッテリー充電されてないんだよね。あー、この走行充電マークもついてない。この人、温まり注文しかして。滑る。完全に忘れてた。一度田沢湖までドライブします。本日の路面は非常に滑りやすいよ。うん、うちもさっきね、ちょっと滑っちゃった。あれ滑れた。こけてはないけど、ズボッみたいな。あ、これスノーモード発動だな。あ、発動だな。滑りやすいから。今スノーモードをポチったわ。あ、てかこのさ、ワイパーはどうだった？このワイパーの実力。よくわからん。雪どかしてからやったから。でもなんか綺麗になってる。あ、加速押せ。ゆっくり。これがスノーモードか。いいんじゃない、安全で。うん。タツコ像がうんぬっていう。ちょっとタツコ像を見てから行きたい。またあった、秋田への見学所あった。あとでちょっと行ってみたいにやってたら。行ってみたい。湖見えたよ。青い。お、全然凍ってない。めっちゃ青い。海みたい。うん、海みたい。めっちゃ青い。駐車場だった。あ、これが駐車場。これは宿。あ、これはめっちゃ綺麗じゃん。小させつ、キープアウト的なもの。あずまや、なんかハワイアンだね、見た目。あ、こっから降りれるじゃん。寒っ。行けつくね。
修学旅行は秋田だったんです、そういえば。あ、そうなの。ああ田植えとかしたわ。あ、懐かしい。私多分中学校の時の修学旅行はハウステンボスだった気がする。ハウステンボスか。これ秋田でなんか田植えホームステイみたいなのしたわ。へえ、なんかめっちゃいい修学旅行だね。秋田弁もちょっと習ったけど。へえ、覚えてる。マンズミンドラッタンス。どういう意味全然わからねえ。お世話になりました。へえ。田植えしてその農家の人が教えてくれた。いまだに実家にその時の写真とか農家の人からの手紙とか残ってて。ちょっとなんかいい話じゃないか。いい修学旅行。東映スキー場ってところに向かってんだけどね。看板とかは今のところなんかない。ない。アニスキー場っていうのはちょっと山の方なんじゃないですか。うん、やってる。また旅か。木彫りの像がめっちゃある。ジビエある説。そうマタギとキジビエがあるんじゃねえかと思ったが。売店はやってません。釣り吉三平かと思ったらかけるくんだった。左に入る道が分かる。さっき1個あったんだよ。最悪 U ターンすればすぐ取り切る。あ、取り切った。ちょっと怖い。切り返しが必要。取り違いは困難。本当だね。市営スキー場だから。ああ、これは高まるな。渋いよ。ここか。おお、マジか。これ対向車来たらどうするか。どちらかがバックするしかない。来てるんだけど気配がないですね。え、何？あ、でもここは駐車場。なんか建物ある。これでもリフトとか全然見えなかったんだけど。ここスキー場じゃん。スキー場だ。マジ？やってないけど。あ、本当だ。本当だ。書いてあるスキー場って。やってない。知恵松森スキー場。やってません。やってないね。そして冷や雪ゾーンに入った。雪の深さちょっと見よう。どうです？ちょっとどうだ。あ、ここね、大丈夫。これスキー場の更衣室的な。Tバーみたいのが埋もれてるね、あそこに。ここ鎌倉作れそうだね。ダメだけど作ろうと思えば巨大な鎌倉作れるんだ。あそこになんか神社がある。初詣、プレ詣、プレ。まだ開けっぱ。それ進める？神社行ける？無理だね、これ。雪深すぎる。雪が深すぎてちょっとこれ以上進める気がしない。ああ、無理だ。お賽銭持ってきたけど。行きたかったけどな。プレモーデも失敗。今12時18分だから、じゃあここで昼飯食っちゃうか。食べながらなんか作戦考えよう。大量の小銭全部ここに入った。意外と入るんだ。それ意外と入る。
サラ一番。酒造2軒ぐらい電話したけど出なかったから多分やってない。年明けまではちょっと行けなさそうだね。しょうがないけど。めっちゃうまそうじゃん。うめえ。もちろん出汁も取ったぞ。うまい。昆布で。いただきます。昆布入ってる。うまっ。酒造もやってないし、スキーもできないし、八幡平も行けないし、でもそれなりに楽しいよ。うん、なんかでも楽しいわ、うん、年末年始はいろいろとやってないからね、うん、ニンニクもやってなかったしな、うん、あー、こうしてみようかな。怖いな。雪中ブルーマウンテン。コーヒー入れるやつ。そのまま入れとったよ。あったぞ。湯気の中でブルーマンが入ってきてる。まず香り嗅いでみよっかな。あー、香ばしい。おー、でもローストしてあるからどれでも香ばしいんじゃないの？かもね。一段と香ばしい。あ、なるほど。年末セール。そう、いつも高いから、うん、ブルーマウンテンブレンドっていうのを買ってんだけど、うん、これブルーマウンテンがね、なんと31日まで半額だったからね、買ったんだ。やった。半額のブルーマウン。香ばしいね、一段と。本当はあまり違い分かんないでしょ。いや、なんかね、ちょっと渋みが増してる。ブルマンをこの象印にぶち込もうかな。これロートとしても使えるじゃんな。こぼすの悩みやったよね。そう、いつもね、このコップから水筒に直接ぶち込もうとして最初ガバって溢れんだよね。降ります。こんな細い道通るね。俺らが出るときに車が1台入ってきて、うん、この人たち鳥持って山登ってったんだよ、うんうんうん、そう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 、その手があったかって思って、うん、鳥持ってくれよかった。急にこんな感じ、視界がなんか吹き出した。うん、で果たしてこれできるのか。すごいね。こんだけ行ってみようかな。うん、もう着いた。おお、見えた。結構車は止まってるね。いるね。なんだ、ロープウェイ的なもののマークが書いてある。え、これ雪降りすぎじゃね？うん、すげえ。タイミング悪かった。それか一日中こんな感じか。雪やば。よっ、あ、やべ、バーが外れちった。
山頂樹氷鑑賞ファンサービスの顔してくれてる。やっば北斗くん、どこで買うんだ。ここか。ゴンドラ、ゴンドラ1800円。山頂マイナス15度。マジか。樹氷ダイラーっていうのがある。ここ歩けんの。なんか人が歩いてるマーク書いてあるんですけど歩けるね。歩けんのわかんねえけど。あ、そんなとこ乗せれんの。すいません。傷つかないようにね、抜けるんだ。一瞬だけ晴れたのか、さっき。気のせいか。ゴンドラ待ち、まさかのゼロ。なんかさ、視界2メートルとか書いてあったんだけど。視界2メートル？どういう意味？2メートル先までしか見えないけど。そういうことか。コースの雪質は全部パウダーって書いてあった。もうそれはいいってこと。パウダー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 って。あれ？何も見えねえ。視界、これ視界マジで2メートルだ。やっぱりこれ視界2メートルだ。じゃあ俺行ってくるわ。オッケー、またね。バイバイ。うわすげえ。ついてる。はあ、ちょっとここ出たくないかもしれん。これもうこれが樹氷ってこと？このフィーバー終わっちゃった。営業終了。ほとんど平らだな。Thank you.
っと雪ついてる。ハロー。焼き芋屋さんがあるの。で、どんどん暗くなってどんどん吹雪いてきてる気がする。雪用ワイパーの実力。あれ？さすがにこの氷までは溶けねえか。海こまなかな。ゴンドラが低速化してたから多分まだ相当時間かかると思う。ありがとうございます。おー、結構ゴリゴリ取れるな。やっぱブルーマウンテンはうまいな。やっぱブルーマウンテンは最高にうまい。寝た。あ、ただいま。おかえり。雪が大変なことになった。雪が、ねえねえ、雪大変なことになったよね。いや、あの、私が降りてきた時相当やばかったんや。さすが LSD。 これあれ LSD つける前だったら結構不安だったよ、今の抜け出せるか、うんうん、このさ、この一瞬で結構積もった。結構積もってたよ。じゃあ、あの、通り道にあるスーパーに行きます。行きましょう。その後今日どこで寝るかっていうのか。うんうん、日本海側の方は2時間半かかるのね、うん、そんで青森との県境にある道の駅があって、うん、そこだと2時間で行けるから近いっていう理由でそっち行く。そっちにしよう、うん、30分の違いはでかい、うん、
今日どこで寝るかっていうのを考えたんだが、うんうん、温泉付きの道の駅で日本海側の方は2時間半かかるのです、うん、それで青森との県境にある道の駅があって、うん、そこだって2時間で行けるから近いっていう理由でそっち行く。そっちにしよう、うん、これ左がスーパーじゃない？ほら、あーこれだ、え、渋すぎスーパー、めちゃめちゃ渋いスーパーです。いろいろありそうじゃん、めっちゃいろいろある。大館さんの豚とか売ってる。雑煮の具。すみません、カスベって何ですか？エイです。エイ。エイ？はい。エイなんだ。この真ん中のやつ肝かなんかですか？そうです。こんなでかい。うまそうじゃねえなんか。ちょっと釣ろうと思ったハタハタがいる。買ってみよう。うまそう。ハタハタ。スノーモードで、うん、で発進だけしたら戻す。うわ、グリーンだ。肉まん食っとる。お湯が出てる、ここ。あ、こっちそうでもないね。うー、え、こんなに落ちてた。こっちやばくない？これ。あ、やばい、うん、これ危ないよね、うんうん、おー、うん、やっば、うん、来た、うん、あー結構落ちた、うん、雪がすごい、うん、こんなに青森に近づいてきてるよね。ちょうど県境で、あ、目指してる場所がね、うん、温泉付き道の駅。最高じゃないか。最高だよ。あ、マイナス10度。うーわー、マイナス10度。マイナス10度だって。どちゃん、井出湯は上かな。あれか、本日の宿。あそこにトイレ。天然杉で板張りにしているのかな。クマ。ゆっくりしよう、ゆっくり。あ、それを早速使うわけね。360円、めっちゃ安い。高くや。客室泊まれるんだね。バイバーイ。海子もやる。あー気持ちいい。ボクシング見ながら。それあと3分で終わるです。あんまやったことない。こういうのあんまやったことない。あ、そうなんだ。この風呂最高だよね。そして明日の朝風呂にも最高じゃない。風呂7時からって書いてあるんだけど、日帰り入浴。こいつを飲みたい。今日そういえば大晦日だからね。乾杯。乾杯。いや、明日正月でどこもやってなさそうだから、宿取ってゆっくりしてもいいかなって思った。ちょっと疲れたしね。温泉を見てるの。源泉 100% かけ流し。ほほん。温泉の柳の湯。何、窓がこう出るのか。手前に引きながらやるの。いや、引いとる。
聞いとるのに。エスメラルダ式血統道や。イエーイならん。あ、できた。私みたいなもの迷うな。初アニメ。うん。あ、でも。ワートリ出てるかな。ワートリは毎週土曜日だったな。今日何曜かわからん。今日何曜かわからん。次にチカちゃんがぶっ放すかも。チカちゃんぶっ放すの見てよ。道の駅で手に入れたとても美味しそうな角的が。うん。あ、一袋でこれいけそうだな、これ。二袋買っとったけど。それうますぎじゃねえ。うん、むしうめえ。だから、だから一袋残して。めっちゃうまい。今一個タツオにあげた。めっちゃうまい。白くと合う。明日宿泊まるよ。キャンセルはもう予約した時点でキャンセルのところよ、これ。いいんじゃないと。行くんやったら、はい、行くんやったらいいんじゃないと。はい、もうポチった。明日青森に泊まります。ハタハタ凍った？ハタハタ凍ってんだけど。あ、でもプニプニしてるよ。秋田の釣り情報調べたらハタハタがいっぱい出てきて、うん、ちょっとやろっかなって思ったんだけど、明日青森行くからやらない。でもこれ食べるけんいいってことや。うん。鶏肉が下の方にあって、ほうれん草、角的、ネギなどが角的入っております。腹減った。そういえば風呂入りながら腹鳴ってたの思い出したわ。あ、そうなん。うまい。今ね、煮込まれてね、なんか甘みがプラスされてて、また違ったうまさ。ちょっと透明感がある、ね。うん、お、柔らかい。うん、まっ。言う通りだわ。うん、柿もあるんだよ。ほうれん草もあった。8度。慣れちゃったね、ちょっとね。うん、この感じで。10度以下慣れた。10度以下って冷蔵庫だけどね。柿も最高。ちょっと食べて。うまい。なんかスズメみたいな感じ。へー、うん、うまいねこれ。うん、美味しい。すじめみたい。すじめ、すじめ。米を掴んで、こうですね。こうですね。そういうこと。お腹鳴った。ごちそうさまです。うわ、降ってる。あ、本当だ。超小粒だけど。5度。もうすぐ来年だね。あ、本当だね。うん。夜更かしだ今日。今年もお疲れ様でした。-0.7 度。消えかけてる。マキタさんがさ、まだついてったよね。丸2番でつけてるけどね。オーラスイッチか。おお。ちょっと積もってる。やばいよね。タイヤ回らないんじゃない。ドパウ。やばい。これは多分そのまま出られるな。-1.6 度。びっくり。動くかな。おお。モフモフ雪に突っ込んでみた。明けましておめでとうございます。え、あ、それいい。前日予約前払いしてダメ元で聞いてみる。神対応してください。マジで神っす。うん、朝ごはんとお風呂がセットになって1人1000円。すごすぎる。
きます。あ、ありがとうございます。ホテルの朝食ってことだもんね、要はね。もう俺ここ大好き。もうさ、昨日の時点ですでに好きだったけど、昨日の時点で風呂超最高だった。景色もすごいんだよ、このずっと雪景色が。もちろん源泉かけ流しっていうね、うん、いいよ。あ、入れ替わってない、入れ替わってないやん。あ、なんだ、OK、まあまあまあ、そしてこれが売ってる、ちょっと安いこと。いや、新年スタートからいい感じだわ。行くよ、ワイパー。いや、マジでここ最高、本当に。お湯がいい、お湯がいい。雪中露天風呂最高だった。しかも露天風呂に壺湯があるんだよね。そこがね、俺ポイント高いしね。サウナもある、ね、サウナもある。360円でありえない。320円だっけ。360円で。そう、落としたりこぼしたりしないように。ブルーマウンテン、マイナス 0.6 度。マイナス 0.6 度か。そりゃ寒いわ。ああ、寒いからすぐ冷めるから、このタイミングでも。満杯じゃね。満杯。明けましておめでとうございます。八甲田山に行ってみる。うん、八甲田山超興味ある。その登山の山として有名だよね。今の気温マイナス7度。マイナス7度ってなかなか寒い。え、あ、青森県の県境だった今。嘘、青森入った。青森入った。道路ブリブリだろ。すごいね、ブリブリだよ。にブレーキするから絶対に滑るし、うん、つまり。よかった。やっぱすごいな、信号村思い出すな。思い出すね。タツオが外の氷とか雪とかを取ってくれてる。今日は元日なのでお雑煮を作ります。ちょっとはね、お正月らしいことをね。この大根もね、実は実家さんです。めっちゃ取れた。うちまだやってないやつだけど、やばいね。めっちゃ落ちた。こんないっぱい、ここが一番倒れて。鶏肉ちょっとね、これ多いんだけれども、もう入れちゃえ。多分ね、こう地域によって雑煮ってね、違いあると思うんですけど、私の実家だと、あの雑煮には鶏肉が入ってます。皆さんの地域ではどうでしょうかね。
できた。想像の100倍しんどかった。いや、うるさい、うるさいってほどではないけど、ガイガイやってんなっていう。めっちゃ大変だった。そう、タイヤハウス、ゾーンには結構いい感じだよ。街が入るぞ。うまそう。いただきます。もち、うまい。うまい。薄味だとさ、めっちゃ味わえるからいいよね。素材の味が味わえる。1時半ぐらいに始めたい、うん、洗濯ちょうどじゃん。そうそう、ちょうど。しかもこっから宿まで15分だから、これ3時にチェックイン可能かもしれない。この窓を拭くのにさ、いつも雑巾でさ拭いてたらさ、綺麗に拭き取れないじゃん、水分が。拭き跡がめっちゃ残っちゃうんだけど、このマイクロファイバー導入したらこう完璧になった。海、いきなり海出た。ああ、びっくり、突然海が。すげえ、すごいね。いつの間にかこんな海辺に来てた。海辺に来た。朝虫、面白い地名。干してある。おー、つらら。さっきのところは通れないけど、さっきなんか2メートルないぐらいだった。あ、ほんと。これ、あれ、もうちょっと葉を詰めてくれんかなって。おー、いい感じ。でもこれは超渋い。和室、この湯になるものをさ発見して、うん、温泉卵を自由に作っていいよ湯なの。この場で食べられる方は17分、固めが好きな方は20分以上。朝虫温泉、温泉卵場、カップ厳選。ご自由にお飲みください。これ飲めるらしいよ。あ、これ飲めよってこと。うん、ご自由にお飲みくださいって書いてある。吊り下げて、吊り下げて、あー、これか。そう、ここに、ここにかけて、これで、これ閉める。卵茹でるんだよ。渋いね、この宿。ちょっとさ、これ作業するには低いじゃん。あ、なるほどね。このね、おひつをね、絶妙なタイミングで揚げたかもね、うん、え、超うまい、超うまくない？超うまい。ほら、こんな感じ。牛のほうが味噌、うん、おで、これはカニ、はい、カニバシ、こちらカニバシね。タコの酢の物、うん、ね、はい、野菜煮物、うん、うん、あとね、このホタテはね、そのまま焼いてありますから、うん、召し上がってください、うん、これはタラ、あんこじゃなくタラのともあいですね。はい、うーん、お作りになります。うん、海が近いから新鮮って言ってて、言ってた。ありがとう。これ氷入れてきた。あ、ありがとうございます、うん、はい、乾杯。このマグロめっちゃうめんだけど。本マグロって言ってた。超美味しそう。大葉味噌。うん。
っと一旦ここに置かせてもらおう。雪がだいぶ溶けてるね。とりあえず今日は津軽半島に行ってみることにした。うん、行ったことないしね。地図で見たらさ、あの北海道のシャコタン半島とすごい似てた。あ、似とったね。昨日よりかなり暖かく感じる。それでも寒いんだろうけど、この辺はマジで渋いね、街並みが。このさ、このさ、星が今日星であんのや。道が狭められまくり。青森駅を今通過中。大都会じゃん。うん、栄えてるね。晴れてるからソーラー充電はできそうなんだけど。温泉卵いただきます。あんましない。まだ雪かぶってんのかな、もしかして。あ、全然全然雪かぶってるわ。あれ、海の音は聞こえる。めっちゃ白鳥いっぱいいるよ。しかもみんなじっとしてるの。いっぱいいる。結構生々しい跡になったね、これで。昼飯食べるか。
ラーメンができました。10.7度。雪中ラーメン、いただきます。寒っ。外は寒いよ、さすがに。いただきます。うまい。うん、うん、ごちそうさま。え、早すぎ。急速充電中、マキタさんは。うん、200ワットぐらい出てる。終わんねえじゃん、これ。マキタが満タンになった。洗い物をしていなかった。ニュー歯磨き。今日は作業デーだね。公開完了。見てた。そこにバッチョグいっぱいいた。あ、いたね。ここから見えるところ。え、ここから見えるところに。なんか日が落ちて結構寒くなってきた。ね。いや、はかどったね。よかった。一本ずつ動画公開したい。海子チャンネルと。うん、頑張ったの。でも温泉入って鍋食って寝るか、うん、今日はちょっとゆっくり入ろうかな。島？いや、あれ向こうの半島だよ。あ、そういうことか。大間とかあの先端だよ。そういうことか。すごい。あ、すげえ。すごすぎる。島に見えるね。ああ。お、チャラ、チャポラット。これだ。お、これこれ。あれ？なんか学校みたいな。うん。思った、思った。あれ、でも左は学校っぽいやつ。目的地は右側です。あれ。あ、あれは本物の学校。てかめっちゃ雪降ってきた。なんかすげえ雪降ってきたね、うん、これ積もりそうじゃね。これは積もる。
チャポラット湯の沢温泉。おお、サウナがある。350円、また破格だ。バイバイ。すごいな、なんか来た時と全然違うよ。ね。様子が。短時間で積もったな。うん、この短時間でこんなになったのがすごい。高級だもん。うん、左方向です。これすごいことになりそうだよね。すごいことになりそう。大台場大台場、その名も道の駅平田って、平田って、この右側のとこか。左に何かがある。こっちが道の駅だ。こっちが道の駅だ。さっきなんかビジターハウスみたいなの書いてある。すぐ近い方がいい。ここに置いておくことで常に取り出せる。それ9割分かんなかった。あ、なるほどね。だからそのおばあちゃんも結構マイルドな感じにして話してくれてたんだよ。めっちゃ湯気すごい。は。気温も上がってきたよ。ちょっとさっきね10度ぐらいだっただけどね。今 11.4 度になった。わあすごい。いい感じいい感じ。ここに。ニンニクのスライスを入れて。やばいよこれ。でもこの勢いでいったら今日中に2つともなくなるぞ。イエーイ。水とかももうほとんどねえもん。あと3杯で終わるんだよ。乾杯。出したよ。これで第一弾行こうかな。第一弾。あられ寄りの雪だねこれ。さっきみたいに大粒じゃなくて雨に近いかも。第二弾行きます。豚肉を入れます。確かに味濃いわこれ。え、味濃いよねこれやっぱね、うん、美味しい。肉の味がする、うん、全然寒くない、うん、これ空回復が起こりうるあのね、FF ヒーターいらない説がね。いやー、だけどあった方がいいよ。なくてもやっていけるけど、でもあった方が快適なのは間違いない、うん、あった方が100倍快適だけど、うんうん、なくても大丈夫ってことが分かった、第3ラウンドできた。第2ラウンド。第2ラウンドできた。うん。ほうれん草としめじが入っております。なんと5時台にして鍋が終了した。トイレでした。
なんかボロボロになって汚くなってきちゃったんだよな。バッテリー 20% AUX 音声、AUX 音声、ああ結構出ますね、しでランキングが置いてすごい気持ちが待ってそれ見たやん更新されてないあ、てか昨日見たんじゃん、そういえば6分もう一回見るうんサイキックスサイキックスはこれ BGM だからなうわえ、何も見えなくなったリモコンがないじゃないかいマジでリモコンないのなんで続けて見てたらなんか聞いてくるんよそのまま流しときゃいいのに、うん、あー雪降ってるわそう横に雪が降ってる。あ、そういえば俺携帯落としたんだった。やばいやばい。携帯見当たらないんだけど、あった。こんなとこに落ちた。あ、やべ、落ちた。ワムーなってるよ。お風呂がめっちゃなってる。おやすみなさい。出れねえよこれ。布団から出れねえよ。ひたすら風吹いてたの知ってる？なんかちょっと微妙な風吹いたよ。埋もれてはないと。あ、全然タイヤ埋まってないわ。さっき車揺れまくってたけどね。すごいね。言ってたよ。うわーっつってたもんね。つい5秒前ぐらいまで。うん、8時半。風が吹くとやばいな。0.9 度。さすが。デノジーさんはエンジンかけたけど充電はされない。今お湯を沸かすルーティンやろうとしてる。そうそう。俺やっとこっか。
氷が張り付いてた。あのガラスのとこ。うん。一回全部粉砕して今暖房で溶かしてるけど。積もったというより吹雪だったね昨日。爆風で。ちなみにここは8度。ウルトラライトダウン着てたら暑すぎて脱いだ。あと昨日飲みすぎてさ頭痛くなっちゃったんだよ。それはやばい。うん、でもそれが気持ち悪い状態が終わった後のこの目の覚め具合がすごかった。それまで寝れなかったあんまり。除雪車が来たから移動してきた。今日の朝飯餅。うん。まあ、つきたて餅食べていいな。食べたいね。多分明日ぐらいからゲットできんじゃない。いろいろ粉末黒糖を使ってます。あ、なんか出しすぎた。砂糖入れすぎかな。イカ焼き村超行きたいんだけど。餅コーナーがあるって。イカ焼き村っていう道の駅に餅コーナーとか、イカも餅も大好きなんだけど何そこ。ほー、日本海側の海に来た。日本海側なのか。多分風がもしかしたらやばいかもしれない。今日もやばかったけどね。刺さるぜー。めっちゃ吹き込んでくる風が換気してる窓から。あ、きなこ飛んじゃう。うん。正月今日で津軽半島一周する。うん。そしたらその後はもうなんか南下していこう。行ったことない場所を通って。うん。そもそも今回青森に来るイメージはなかったんだけど最初。確かに秋田に行こうって思ってたんだよね。うん。道の駅のいい感じの場所とかそういう関係でなんかいつの間にか青森に来てた。うん。いつの間にか青森にいる。餅の利点、洗い物が楽。コンローナイス。安い。コンロー安い。これ撮ってからね。これ撮ってからね。この映像撮ってからね。この話は。ちょっとあのビジターセンター行くって言った直後に行かなかったね。ああ、本当ですね。まあいいや。隣の町のファミマに向かいます。うん。なんかあの自販機に雪積もってるのちょっとかわいい。その先、右方向です。まあ、水3本買ったはずなのにさ、ああ、うん。やっぱ2本しかないんだよ。何が起きているの？もしかして、イェルメスのスタンドで増えてたってこと？本当は2本なのに1個増えてたってこと？増えてたのが戻った。戻ったんや。この道の駅、よかったね。トイレしか行ってないけど。うん。あ、トイレ。一級トイレかな。一級だと思います。ほら、マイナス 2.4 だよ。夜絶対10メートル以上吹いてて。車爆揺れしてた。夜はすごかった。うん。車横転するんじゃねえかって思ったけど、風向きが後ろから前だったから、車の方向に対して。横風ではなかった。今日行くところもね、風がちょっと心配だけど、日本海側だから。やばかったら避難するから。うん。うわー、ほらほら、波結構波ある。バシャになってる。うん。風波だね。そうだね。こりゃすげー。
か立派なお寺が、立派なお寺があります。その隣にイエス・キリストは神の王国と書いてある。津軽海峡、これが津軽海峡ってこと。確かにそろそろ先端に近づいてる。お先端じゃん、ほぼ先端。北海道見えねえのかな。あ、どうなんだろう。すげえすげえ、マジで来た。なかなか来ることない。どんな感じなのかがちょっと気になる。あの波の中でピンピンしてんのかな。ピンピンしてんじゃん。結局ピンピンしてそうだよね。鳥は平気そうだ。見てみよう。なんか駐車場入れんねん。あー無理無理無理。あのこれ本当は入り口だけど、ここはもう無理な感じになってる。無理、除雪。面白そうな除雪です。なんかさ、海の中に橋がかかってたね。あ、パッピ岬28キロ。うわー、半端じゃない。何これ。おい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 、これすごいよ。こんなえぐい海初めて見たわ。海が荒れ狂ってるね。なんか白い筋入ってる、霜降りみたいな。あれ狂いまくってる。やばすぎでしょ、これ。一回降りてみてみたいけど。タッピ岬で見れるんじゃないの。タッピ岬で見れるの。タッピ岬が除雪されていればの話だけど。さっきより白い。真っ白。雪も降っちゃって。海さえも真っ白。本気出してるね、これ。うん。自然が。肉がもぬけの殻。肉がね。まあ別のところで買ってもいいよ。ここからちょっと上がっていくんじゃない？ん？太宰治。ああ、上がっていく。マジ？およそ500m先、右方向です。でも道の駅はこっちって書いてある。書いてあったね。まあまあでもこの登った方が景色がいいでしょう。うん、晴れてきたし。道の駅に、これどこに入れてたの？タッピ岬に入れたって言うとったよね。別の駐車場かなとか。すげえ、溶かしてくれてる。うん、地面に水が噴射されまくって溶かされてる。これなかったらゴリゴリの急斜面で危なかった。え？感度洗浄できるこれ。これ感度洗浄できるね。海面下140mの別世界。青函トンネル。トンネルシアター。シーサイドパーク。向こうがシーサイドパーク。こう来て。道の駅行ってみよう。うん。ここすごい凍りついてんだけど、怖くね、この斜面。怖い。怖い、大丈夫大丈夫。ここマジで凍りついてるよ。スケートリンクみたいになってる。どれ、これ右？シーサイドパーク。ちょっと謎すぎる。なんか道の駅はミンマヤって名前じゃなかった？全然わからん。
展望台の方へ向かう。なんか駐車場っぽいのが多すぎてどこに行けばいいかわかんない。よくわかんないね。あのオレンジのが道の駅かな。上りはいいけど下りが怖い。怖いね。大丈夫かな。あれが展望台だよ。あ、なんかあそこに食事処ってのが見える。本当だ。しかも車が数台止まってる。あれ、あそこでお食事します。しかもなんかあのいつの間にかさ展望台通り過ぎてんだけど。通り過ぎてる。全然わかんない。なんなんこれ、あれで行くべきものだったのかな。ホテルの食事所、あそこ見てみましょう。ちょうど今12時だし、うん、あここで展望できるね。できる、見渡せる。なんか全然わかんない。行くべき場所わかんない。道の駅も結局どこなのかわかんない。わかんなかった。これは食事所海峡温泉。風やばくない？あと別になんか引っかかってる感じもないよ。単純に地面がバリバリしてるんだけど。てか通りやば。階段国道へ来てしまった。こんな道行ける？あでも除雪はしてある。ここを踏んでいけばいけるか。そんなツルッツルってほどでもねえか。達夫が階段国道に対して無反応なのやばいんだけど、あれすごくね。階段国道って何？あの国道、あれね、国道が階段になってるよ。だから車通れないんだよ。あ、そういうこと？そう、超珍しいっていうので知ってて、で今339そう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 、あれあれ国道な。へー、今閉鎖されてるね。そう、残念ながら。さちょっとこの救急車攻める。ああ下りちょっと忙しいな。階段国道にこの救急車やばい、怖いって。そこまでなんだよ急なの。その先は緩やか。うん、景色がすごいね。で、このここにタイヤ乗せればもう滑んない。引けてる。今のところ滑る感じはないですね。こわでも右方向です。え、いやいやいや、右方向です。あれあれ、これ違う、もしかしてマジで違うとこ行っちゃってる。ナビもさえも狂い始める。あれ待って待って、ブレーキ効かない、ブレーキ効かない、やばい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 今。すごくない？これちょっと待って、これ待って、横に行く。え、これやばいよ、もしかして一旦止まる。一番恐れてたのはこの先にがもう行き止まりだった場合どうしようと思ったけど、そうではなかったっぽい。さっきこの先に行ったんだけど、この先は結構こうなんで滑って突っ込まないかなって思った。でさっきの坂ほどではなさそうだな。うん、さっきのところは相当角度あった。このぐらいのスピードでちょうどいいぐらい。あ、ちょうどいいな、これで。
あ、右側に雪積もってるからあそこに乗れそう。ああ。そこまでゆっくり耐えれば。あ、氷ない。よかった。これちょっと乗り上げながら行くわ。やべ。溝？やっちまった。溝だったよここは。マジかよ。うわー、この雪のところ乗ってれば大丈夫かと思ったのに全然ダメだった。まずいなこれ。下とりあえずジャフ呼ぶしかねえなこれ。やばいやばい、マジか。大ピンチ、引き続きピンチ。あ、今すごい自衛隊の人が手伝ってくれて、マジでありがとうございます。あのもうちょっとで抜け出せるっていうところまで来たんだけど、なんて最後の最後で右の後ろも落ちちゃって、で保険会社経由で JAF 呼んで1時間後ぐらいに来てくれるっていうんで、うん、車内で待機してます。マジでやばい、外がすごいことになってきてるそのさ、今自衛隊の人に聞いたんだけど、この先がもっと急な坂って言ってた。降りたら向こう登るのもめっちゃ急って言ってた。いや、そしてこの天気だよ。天気悪くなってきたね。ね。いや、一旦とにかく。まずここを抜けること、それだけ考えるか、うん、晴れてきた。うわー、なんかさ、車がさ車倒れそうで怖いよね、横にね。めっちゃ揺れてるもんね。俺運転席にいたら怖いから左側に寄っちゃったもん。マジでやばいよこれ。抜けることができた。なんとか。ここが一番急って言ってた、あの自衛隊の人。でもすごい、ここ凍ってないのナイスだね。ここ凍ってたら結構終わりだよ。ここはね、さっき歩いて確かめたの、うんうん、氷じゃない。あ、本当だ、違うね。意外にも氷ではない。ひとまず、ここは駐車場だ、入ろう。てか脱出した後さ、また滑ってさ、あれやばかったね。心臓止まるかと思った。いや、まずはここ、この場所を抜けることを考えてくださいって言われて、間違いない。その通りです。幹線道路以外行かない。もう行かないまたやらかした、またやらかしたね。ちょっとね、ここはマジでやばかった。しかもこの風速、今まで体感した中で最強レベルの風が今吹きつけてるんだよね。
あのね、立ってるのだけでも困難。私さ、普通に風でズルズルズルって、いや下氷じゃん、だから氷の上スーって風だけで私滑ってない。風だけで進んだ。うん、風速20メートル以上あるぞ、うん、一旦もっと安全地帯まで行こう。なんか この辺の道さ、結構やばかったからさ、結局じゃあさ、その中今泊まりまで戻ろう。なんだっけ、なん今別だっけ、今別か、なんかね、こっちの道はもうやばいこと確定だから、この国道に戻ろう。来た道を、うん、あの南の方の温泉に向かうことにした今日は。そして気づいたらウェンタイムズ来てたっていう2人とも。でもウェンタイムズはマジであったかい。マジであったかい。心が少し今落ち着いてきたから。あのね、思い出したけどめっちゃ怖かったよ。本当怖かった。待ってる時さ、うん、風めっちゃ強い。もう尋常じゃないほどの風。木の板がぶち当たってきたりさ。ガンってなってたの、木の板だった。マジ、うん、木の板だった。極限状態だったら結構ね、精神的にさ、あの状況で待ってんの。あの先の道もヤバいということが分かったから、下の方のあと駐車場に車を止めて一晩あそこで過ごして、そう天候が回復するのを待つかって話もしてたから、最悪の場合脱輪した状態でそこで一晩過ごすのが、この風の中でとかさ、うんうん、そう考えちゃったよね。いろいろ考えた。もうさ、余裕なくてくるくるくるですか。うん勝手に呼吸が早くなる感じ。あとね、めっちゃ喉乾く。ああ、あと寒かったね。寒かったね。エンジンも止めてたしね。そう、なんかつけっぱなんで、これでガソリン切れたらやべえなって。最悪だよね。で、うん、脱輪から出させてもらったじゃん、うんうん、パンで、うん、その後さ、あそこ降りるときにさ、一回操作失っちゃってスルッと来たよね。うん、このまま死ぬって思ったもん。かなりスルッて、あの時ね、うん、変な方向向いてたしさ、うん、車がヒューサーってなんか斜めっていって、どうやってあの回避したか覚えてねえんだけど、あのハンドルを切っとったよ、前具合に。ハンドル切ってた。なんかそれで私結構、あ、すごいじゃんって思ったんだよね。向きをまっすぐに戻そうとした。そうで、下に降りて、うん、私ら時点でまだ怪しいじゃん。もうなんか顔青ざめた状態で、なんか一旦駐車場に入ってはぁってなってたら、先の上り坂が結構やばいよって、あの自衛隊の人が言ってて、教えたから。私らあの後あそこに車止めて一旦その坂を下見しに行こうとしてたんだよ。 そしたらあのジャグのおっちゃんが上まで引っ張ってあげるって言ってくれて、マジあれ助かる、マジで神だよ。それがなかったら俺ら多分未だに絶望の状態だったよ。すげえ後悔なのがさ、見たじゃん俺一回車止めて下見に行って、あ、行った行けるって思っちゃったんだよ、うん、それがダメだよ。過信はよくありませんね。いや結構ね、俺割と人生最大の罪ピンチだったよ精神的に。いや結構すごかったね。例えばさ、最初さ、JAF に電話したの。俺会員じゃないから、非会員の人には対応できない場所ですって言われたの、タッピザキ。保険会社に電話したら、保険会社経由で JAF を呼んでくれて、保険のロードサービスの範囲内でやってくれた。それさ、それにね、すげえ似てるやつを知ってるんだけど。それ？これさ、結界先生のネジなんだけど。これさ、結界先生のネジにしか見えねえんだけど。あ、からひたすらスケートリンクみたいな道なんだけど、うん、完全にこれ氷じゃん。うん、氷だね。
これだ道の駅。お、広いね。農産物直売所。お、本当だ。明日朝見るの楽しみだな。テッカテカ。一旦トイレ偵察ですね。そうだね。はい、見てください。あ、回り込んだ。タイヤハウスが漏れてきてるけど。もう寝る時間だ。アニメ見ようとか言ってたけど、ちょっと無理だね。おやすみなさい。マキタの電気毛布で寝る。車の後ろから前方向に向かって爆風だから、うん、横揺れはないと思う。出れないので事情がありますね。そうそう、総合警備保障が来てる。今日はね、精米品、うん、本当はイカ焼きの村に行こうと思っただけどね。行きたかった。爆風でこのガリガリの道はちょっとね、しかも横風だからね、うん、やめる。弘前の方に行って、うん、そっから先はその後は分かんない。ちょっと内陸の方に行こうかなっていうイメージ。風がやばすぎて。うるさいな、不快とか。 0.4 度だもんな。そりゃ不快だわ、 0.4 度なんだから。マキタの電気毛布はね、うん、2晩使って残り1になるバッテリーが。ちなみにこの6アンペア 18V 使ってるんだけど、ありがとうございます。これだいぶマシになった。これさ、断熱優秀すぎてさ、ね、外側がね、冷たい。お茶作ったら 2.6 度になった。道の駅やってるっぽい。門松が置いてある。下の出入りもある。こちらは実家の株。窓を開けて、バターの香り。いい香りだね。カブ入れて。おお、このビーンズをね。缶はかさばるからこれに入れてね。はい、なんか私もなんか出てこない、なんか変な言葉になっちゃう。低体温症かな。そうか、低体温症になるとちょっとね、判断が、正常な判断ができなくなる。なんか言葉がさ出てこない。うん、確かに。でも寒いって、寒いからってのはあるかも。
寒い立たない。昨日のあの極限状態はまだ引きずっているのか。体がダメージを受けている。そういう時はさ、10リットルの水に4キロの砂糖溶かしたやつ飲まなきゃいけないじゃね。よし、スープができたぞ。あったまるぞ。うん、豆コーン、うまい、うん、これだ。寒い朝に食べたいものはこれだ。寒い朝はこれだ、間違いねえ。電気も美味しいんだけど、なんかあったまるって感じじゃない。いや、そうなの。おー、え、みかん、え、リンゴ、これ見た、すげえ、すごくない、すげえ、綺麗だね。うん、あ、肉あるじゃん。津軽豚。バラ。モツとかもある。モツ鍋。すげえ。買ってみよう。楽しいよ。楽しい。これが削った雪が今から弘前市の方に向かう。うん、お城とかあるんだよね。お城の近くの酒造。ああ、城下町だ、城下町。今日は八幡平方面に向かうと、うん、内陸、内陸の方を通って南下していく。そう、ないぞ。お、弘前シティに入った。意外と山道なんだね。うん、なんかさ、モノクロの世界になったみたいだね。色がない。ガソリンスタンドのこのホースでタイヤハウスがめっちゃ綺麗になった。洗えた。水はもうトラウマです、うん、それっぽいものが見えませんな、うん、右側、うん、右側の煙突じゃない。あ、煙突ある、あれだ、これ酒造さんですよ。お、書いてある、書いてある。入り口の様子はどのような感じですか。中で切り返しとかできる。ちょっと狭めだね。おお、あ、なんか雪かきしてくれてるね。肩かかってるからやってるよ。かっこいい。津軽、ジョンカラ。花一風、あ、花一風ってあれ壁に書いてあった、うん、そんな極端にからいい感じじゃないですけども、はい、
御用酒造。へえ。納めてたってことですか。そうなんですよ。そういうことがあるかわかりませんけどね。これが生ですか。そうです。生いいね。生いいね。花一風だよしかも。ああこれ。辛口の残。はい。残。残。おえー。これかっこいいですね。このラベルがかっこいい。これと720ですか。720とこれの720お願いします。俺昨日車押したからさ筋肉痛になった。あれで筋肉脱出のために自衛隊の人とこうみんなでキャラバンした。それで筋肉痛になった。こういう昔ながらの立派な建物が多いね。ね、すごい、これとか。あー、これやだ。やばいよ、やばいよ。おー、ハイストレス。ハイストレス道路。熊吉。ラーメン。お、昼だ。ラーメン食う。あー、確かに。それもあり。うわ、こう。弘前学院大前。はい、買う。これなんて言ったことない。うん。やってるかな。うまそう。炙りチャーシュー。うまそう。うまっ。いただきます。いただきます。はい、いただきます。うわっ、これすごいね。すごい。間違えて全飲みしちゃった。なんかこの昭和感あふれる商店街、うん、あの先が細くなってるかな。うわ、待ってくれてるね、あの車。ありがとうございます。うん、すごい、振りが早かった。早かった。セルトの出番が来るかも。ついにやれるかも。やれるかも。気温が、外気温が下がってるのかな。結構曇ってきたね。冷房は暖房は冷房。北上、西、湯田、吹雪、通行止め。おお、そうか。どこの道路だろう。ちょっと
れだ、これこれこれ、なんか写真で見た。目的地は左側です。結構車いっぱい止まってるね。あんもない。今さら見つけた。次やったら買おう、どっかで見つけたら。バイバイ。コーヒー。わけありなんじゃない。大変いい湯でした。最高だねここね。硫黄好きにはたまらん。サウナ100度あって水風呂が超キンキン。一撃で整った。奥行き脱出。ポカポカしてる体が。やっぱ硫黄っていいね。死ねんな。いやなんかさ、残り 500m でさ、ひたすら渋滞してて、それで交差点のところでさ、めっちゃ滑ったんだけど、超低速だったけど、もうさ怖すぎて今テンションがもうなんかさ怖かったね。めっちゃ怖かった。車めっちゃ折ったしさ、滑ってさ車どっかも車にもぶつかろうもんならさ、最悪だよね。あ、しかし着いた、着いたぞ。多分ね、あれブラックアイスバンだって、ツルッツルだっただろう。スーって横に行った、みたい。ここに正面に止めちゃった。乾杯。え、何それ、チャックが飲むの。うん、だってもうないもん。鶏節で毎日鍋生活何日目だ。3日目か4日目ぐらいじゃない。あー、いい香り。生姜鍋、キムチ鍋、すき焼き風鍋って3鍋した。今日は豆乳鍋です。 OK、 これでみりん、味噌、これから持ってきた味噌、データがおかしい。いい感じ。で、野菜を入れていくと。津軽豚。おお、ほほ、いい感じ。あ、豆乳は最後に入れるの。そうだよ。ほら、カニバサミ大活躍でしょ。カニバサミ使うの嫌だな。これでカニ切ったの1回しかないよ。うん、マシン。もう8度、今8度。豆乳を投入する？そう。スープ結構多くなった。金田玉田酒造花一風生。花一風。スライドドアに置いとこう。あれ、なぜか GoPro が
ゴーフロが落ちてるっていう。先どうぞ。やっぱ先飲もう。あーうまい。大活躍だね。うん。お、出てきた。出てきたよ。出てきたよ。立つわ。え、出ます。あ、入れすぎたかな。このうどん麺。簡単うどんってやつ。簡単うどん風。量がすごい多い気がするけど大丈夫かな。いや、大丈夫。ニンニクごまタンタンってことでいいですか。こういう感じです。うん、うまっ。米を炊いておく必要がない。そうそう、楽。道路情報コーナー。へえ、テーブルがある。すげえ。これこれ、噂の癒しアニメ見ますか。うん、見る。マキタの充電うるせえな。これアニメ見るときは止めとくか。すごい、あった。チート薬師。よーしできた。こいつが薬作んの。ゲージさん、おり。ルー。ルこれ面白いわ。危なっかしいシーンが一個もない。まだ9時だけどもう寝ちゃう。じゃあおやすみなさーい。多分だけどさ、ここダントツ寒いよね、この旅の中で。枕がカチコチになってんだけど。うわ、こいつ測定不能になってるもん。 LL とか言って。やばいやばい、車内マイナス5度。車内マイナス5度だよ、やばいよね。でもこのままもう一回布団入ろう。車内マイナス5度やばいよ。多分外マイナス10度ぐらいなんじゃない。かもね。ウェンタイムズ来てしのぐわ。結露の凍り方がすごいもん。やばい。多分水出ないよね。多分給水タンク凍ってるぞ。ここ凍って動かない。はい、水道終了。なんか寒いと思ったんだよね、朝方。マジ？もうこれの出番でしょ。なんかバッテリー引きずってる。寒いよ今日は。これ以上寒いところになっちゃった。なんかこの辺もなんかやべえよ。ベンタイムズ着てたらそんな寒くない。
手は冷たいけど。綺麗。すごいよね。何これ。結晶。結晶だね。岩手山見える。なんかすごい雲で隠されてる。うん。歩くのとか久しぶりじゃない？久しぶりに歩く。マイナス 2.8 度まで上がったぞ。だいぶ暖かくなったんじゃない？うん、ちょっと上がった。こんな時にね、ヒーターがあれば。え？水入れた瞬間凍った？うん、なんかシャーベットになってる。やばいね。あれか、少量の水は一瞬で凍るのか。保管しようと思ったら、白い。これ、ここに置いてあったの。ここにあった時透明だったの。持った瞬間透明だったんだけど、この辺に来たら、なんか、ブワーって白くなって、こうなった。ほら、なんか固まってね。シャーベットみたいになって、シャリシャリになって見える。下に置くと暗いから透明に見えたりするみたいな。いや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 、俺見えたもん。あのブワーって境界線が広がってくるの。でもこいつは無事だね。うん、これ衝撃なんだけど、うん、あ、折れた。それびっくりした。これ俺らの車中泊史上一番寒いよ多分。こんなの初めてだよ。さすがにこれは凍らないと思う。もう車内温まってるから。あ、凍った。入れすぎ入れすぎ。あ、コーヒーも入れるの。え、シャリシャリやばい。これどういうこと本当に。あ、ついたけどめっちゃ弱い。が弱いガスが冷たすぎる。気温が低いと火もあんまり強くないらしい。いいね、うん、入れた瞬間凍った、うん、FF ヒーターの必要性を今一番感じてる。今いろいろぶっ壊れてるから。4度。よかった。4度っていうの寒いけどね、一般的には。なんかすごい暖かく感じる。さっきちょっと低速モードに入っちゃってさ、うん、なんかネガティブの極みに陥ってたよね。車内がマイナス5度って北海道でもなかったよ。北海道は陸でも何度だったかわからんのよね。外がマイナス15度ってところまでは実際に測ったんだけど、それでも車内は。でもあの時 FF ヒーターつけてたからわかんねえのか。結局布団から出てすぐここポチッとしてたし。そうそうそう、よくわかんない。水道使えないから道の駅で買ったおにぎり。あ、うまい。それ味噌。うん、味噌焼きおにぎりうまい。お、アイスバーンが溶けてる。うん。安全と時間短縮のための高速をまた使う。うん。今日は天気いいかもな。うん。これ頂上さ、今すごい晴れてるけど頂上雲かかってんじゃん。なんか大変なことになってそうだよね。すげえ岩手さ、うん、三陸方面に向かうんだが、その途中にあるスキー場にちょっと寄ってみる。うん、市営のスキー場みたいな。お、渋いね。渋いと思う。
白い道路来た。これ横溝だから。もう間違いないね。さっき見えた溝。溝はもうゴリゴリだよ。溝だけは嫌。溝だけはもう。なんか湧き水発見した。うん、たまたま通りかかって。金山水。おおすごい。飲用水の試験もしてある。お、そんなキンキンじゃないよ。すぐいっぱいになるぞこれ。うん。なんか勢いがすごい。うん。うわ。あ、中に氷入ってるしまだ。タンクの中凍ってた。後ろを重くすることで雪道で安定するっていうのもあるから。FR だから。飲む用も一本くんだ。いいところでゲットできましたな。水を素晴らしすぎる。ちょっと飲もうかな。うまい。ちょっとちょうだい。あのさ、キンキンじゃなくてありがたい。なんか常温に近いね。いや、そんな気がしてるだけかも。人が見える。滑ってる人が見える。滑ってる。うん、結構急斜面。レンタルハウス。あ、駐車場切れてる。うおー、めっちゃ晴れてる。え？あ、あれに、あの棒に捕まっていくんだ。え、俺あんなのやったことないぞ。これかっこいいな。かっこよ。そうはスキーに来ましたが、私はちょっと眠いので寝まーす。あー快適。おやすみー。ちょっと持ってかれるので、はい、最初にワイヤーを持つんですよ。あー、はい、こっちの1メートルの前あたりを、あー1メートル前から持っておいて、ずっと一緒に滑りながらだんだん手入れると、してあとこのバーに。はい、やってみます。なるほど。これでよ。はい。お願いします。なるほど。こういうことか。Tバーのちょっと難しい版みたいな感じ。
こより上はいけないんですか。歩いてなら行ける。あ、歩けば行けるんですね。なるほど。歩くの嫌だから車両もいるね。うまい。めっちゃいいな、ここ雪最高。じゃあ歩くぞ。歩いて登って滑ったら最高に気持ちよかった。その代わり死ぬほど疲れた。登りがこれで700円だから、午前券買ってなんか1時まで滑れる券だったんだけど、ローカルスキー場だよ時代は。なんと今日は宿に泊まることにした。うん、ちょっと作戦変更、ちょっと疲れてるねってことで。そう、今朝はちょっとね、疲労がピークに達したから、うん、そろそろここでね挟んどかないとね。青森で大変な思いした後で南下してきて、うん、めっちゃ寒い。温度的にはそこでピークを迎えてしまったから、うん。道の駅種山ヶ原、右方向です。おそれすごいね、チキンでか、うん、タイヤ海子よりでかい説ある。あー、でかいわでかいわ。すごい。マトリックスに出てくる、なんか変なやつみたいな。さっき汲んだ湧き水でコーヒー。新技を編み出した。やべえ、水だ。あー、これなんか今余計なことした。新技失敗した。しかも鍋はあったかいまま。あれ、ハンドア
あ、そうだ。あ、スライドドア換気で開けたままだった。本当に一気に雪が減ってきた。下道で雪がないのなんて超久しぶりじゃないか。ああ。だいたい下道入ったら道真っ白でガラガラガラデフォルトだったから。行きの高速降りた以来。うんうん。乗る前以来。乗る前以来。それ家の近くじゃん。陸前高田、東北だと21キロ。駐車場は雪あるね。うん。テルテルン。薬できた。あ、本当めっちゃ油乗ってるわ。なんかジュワって出てきた。本当だ。あ、油やば、うん、あ、うめっ、めっちゃうめいな。いいのなかったとか言ってたけど、おいしいけど、うん、うまい。おともちょう、おともちょう行く前とか私はおともちょうって言ってた。あー、そうなんですね。うんま、うんま、うま、北限の柚子サワーカッパー作ってるけどさ、それもっと黄色っぽいんだよ。うめ、肉だこれ、うん、うまっ。なんとお茶の用意もあった。このキュースかっこいい。そう、このキュースマジでかっこいいなと思ってさ。最高すぎるわこの宿、うん、なかなかないよ、こんな全てにおいて満足度高いところ。ただ手前の坂は登れなかったけど、うん。見えなかったけど猫いるらしいんだよ。なんか猫タワーみたいなあるもんね。超ビの足跡。これさ、なんか爪の跡っぽいのが見える。鹿かね。かね、予想鹿。熊は寝てるっしょ。色が緑に変わりますので、そしたらこちらのパンで召し上がってみてください。はい、春の名物ですので、今年一番です。ああ、もう春、もう春。温泉卵。生ワカメだからね。歯ごたえがすごい。うまっ。うん。砂巻いてくれてる。おお。およそ200メートル先。これは神のような。あ、なんか砂を。多分工事車両の人がやってくれたんじゃない。やってくれた説。なんかそれか玉井の湯の人がやってくれた。検問所跡。え、あ、これか、これあれ写真で見たね。そこが一番怖かった、うんうん、そうそう、あの曲がり方のとこや。ここめちゃめちゃゆっくり行けば。あ、しかもこれ多分融雪剤も巻いてある。これいける。ここ一番やばいところだ。ありがたい。いやー、よかった。融雪剤とかさ、常備しておいてもいいか、うん、砂とか。車内に置いてた水が凍ってた。シャリシャリ。
だいぶ汚れてるキャラバン。シャンプーセットコース。オプションコースをご押し忘れの。押し忘れ。これ上下してるの、ね、何これ。プランプランしてるだけじゃね。おすげえシャンプーぶっかかった。すごい。これ結構洗浄しっかり。結構入念だねこれね。うん、なんかゆっくりしっかり洗ってくれてる。うん、めっちゃ綺麗になった。完璧。あ、屋根の上は取れてねえや。ガソリンスタンドの目の前になんかちょっと面白そうなものがあったんで。そこの目の前。創業昭和30年。石川製油。1本か2本か、それでですよ。あ、じゃあお邪魔します。これ寒いじゃね、寒い。うちにそっちにね、薪ストーブあるからね、そっち入って。あ、わかりました。寒いね。あ、そっちもあるね。はい。薪ストーブ、あ、薪が。薪がめっちゃある。駅の真裏、竹駒駅。お邪魔します。お邪魔します。あ、神奈川から。どうぞどうぞ。失礼します。すごい。この台の、はい、このコンタルの方も、はい、このコンタルみたいな工場の方だから。だからお父さんそっちで予約もあるんだけども、マギストーブのあるたちやっぱりここの方がいいって。あったかいです。あったかいでしょ。はい。これ実際ね、商品からだって今。これこの煙突から排気してるんです。そうそうそう。なるほど。裏からこう出てて、ここで椿油作ってるんですか。そうそうそう。どうして鴨油をこっち来たんですか。東北を旅行してました。この後気仙沼に行きます。はい、震災の後で一回ボランティアで気仙沼に行ったことがあって、それ以来10年ぶりぐらいです。はい、その時あの知り合った人とかもいて、あの会いに行こうかなって思って。はい、そしてその絞りかすも常に完全に油が取れないから3回ぐらい切り出して、へぇ、これはどうだ、これが絞りかす、はい、あ、これで今潰して、あ、それを3回繰り返したら あれが残って油はいっぱい取れる。コタコタしてんだけど、これって椿の種ですか。はい。へえ。そしてあのそれをこの機械でろ過する。はい。ああ。うん。きれいな油になったやつをそのまま瓶詰めにして販売している。気仙椿って言うんですね。まあまあ私はあの名前をつけて。この油って食用ですか。食用でもいいし、紙油に付けて、あとはハンドクリームにしたり、ああ、あとはね、まあ、卵焼きに入れたりとか。へえ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、こんにちは。あ、失礼します。すごい車止まってる。綺麗。あ、でももう染み込んでる。あ、でも、ちょっと溶けてる。温めたら溶けるんですよね。溶ける、溶ける、自然に溶けてる。コーヒーいただいちゃって。すごすぎる。みんなそこ、無人製麺で、あの、精米して、ここでお茶飲む。無人製麺も何箇所もやってやんだけども、震災後初めて工場建てて無人製麺を見たから。すぐほら、うち、私たちに、はい、だから顔を出すって言ってたらさ、震災の後にここを作ったんですか。あ、そうなんです。なんか、あ、海の方ですか。あ、なんか、これは十何年前に作った油。お、昔のパッケージですね。中身もそのまま入ってる。中身も一緒でしょ。南北半分色々寒いだけど。あ、南北半分色々寒いだけど。あ、南北半分色々寒いだけど。ね。
ここに移ってくる前も油やられてたんですか。そうそうそう、うちではもう親父がやったの昭和30年火ももらっちゃってそうそうね。まだ全然復活してないよ。うん、なんかさらちな感じだね、まだね。ね、全部多分津波に飲まれたんだよ。壮絶すぎる。あれだ。あ、あれだ。本当に一本だけ松がある。めっちゃ目立つね。いや、あれマジで奇跡だね。これ全部飲まれた場所だけど。一本松すごい。あんな海っ端なの、すごくないあれ本当に。じゃあ、待って、そのね、一本松の奥側にめっちゃ壊れた建物が残してある。え、うん、本当だ。うわ、すごい。なんか車の下にこんな巨大なさ氷がはまっててさ、取れねえんだけど。あっ、あった。今ここにあったら危ないから。うん、爆安なんだけど魚が。あ、これ釣りたいやつ、これ釣りたいやつ。え、500円以下で買えるじゃん。アイナメ、これ用のお魚すごく美味しそうなんだけど。うまそうだね。どんこ、魚安くね。どんこってこれ、これ生わかめだ。朝ごはんこれね。あり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 。蒸したらさ、これさ、あれしゃぶしゃぶ、これしゃぶしゃぶしようぜ。あり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 。あえ、マルカの数百円で売ってたアイナメをちょっと釣りたいんですけど。いよいよ島へ。これで島に渡るわけだね。結構でかいなこの島。うん、結構でかい。あと 3.5 キロある。風呂が4時までだっけ、うん、そうそう、お風呂が4時までで、じゃあパパッとなんだ、昼飯でも食う。そうだね、ターミナルだ。ウェルカムターミナル。食べれる。島の味どころ小松。漁券でっかい、立派なサバ、鮭みたい、鮭かの魚。これは桜マス。あ、桜マスですか。海が川に起きた模様はまだ穴だけ、ね、ヤマメ、ヤマメの模様が残ってるから、あ、海に落ちてきた状態だった。桜マス、はいはいはい。これからちょっと今銀の黒くなってきて、本当だ。500円で500円です。これ500円俺これにしよっか。じゃあこれ2個ください。はい、お茶くれた。この席いいね。なんかめっちゃ優しかった超丁寧に説明してくれた。ちょっと私メカブ大好きだから楽しみ。これメカブ中落ち丼500円、安いでしょ。休暇村。ほほー、見えた。看板来た。手前で受付するんだ。ここにお風呂入れる。入るのだろうか。Uターンです。無限に焚き火できちゃう。ねえねえ、これさ、サイトごとに水場もついてるんじゃないか。え、水怖いね。ほら、一個一個水場ついてるんよ。すごい。すごい。あ、これ超便利だよ。一個一個に水場ついてるパターン。朝飯いっぱい食べてたのもあってか。そんなお腹減ってない。お腹減るのに時間かかった。うまい。たらふく食べられたメカブ。うん、これ焚き火台。そうそう、これ使いたい。これも海子のだな。
っとできてるじゃん。なんかそれっぽくなってる。この時点でちょっと達成感あるんだけど。うん、ひたすら薪を割りまくってる。今もしかして中にいる？うん、あ、つかペグ足りなかったら私のペグもあるんや。え、なんかあるの？それいいじゃん、買って。ハイランダーのペグ。お風呂に行ってくる。いってらっしゃい。じゃねー。ちょっと長すぎるんだよ。寒い日はやっぱりお風呂に浸かりたいなと思って。これだ。寝床完成した。こことこっちになんか。排気口、排気みたいな。このマットの上は結構快適。寝袋はいつも車で使ってるやつで、ちなみにこれは下部の後ろにつける、なんだ、リアボックスみたいなやつ。このキャンプ場からこう車で通ったこの道来たけど、この道がこれ、ちょっとこの道行ってみよう。ゴロ大使の浜に出る。あれ、これもしかして夕日めっちゃ綺麗なんじゃない？おー、何このベスポジ。うわー、すごいところ見つけちゃった。始まっちゃってるんですか、これは。あ、まあ、熊本はね、もつ鍋はそんなにいいなんだけど、まあどっちにしろ俺いつもやることないけど、ニンニククラッシュぐらいで。昔さ、海子とさ、九州行った時ってさ、俺観光客扱いされてたよね、海子に。ここ写真撮らなくて大丈夫みたいなさ。ちょっとググっと。そうそう。なんか観光客扱いされてた。次もそうなるんだろうなって。とろろを入れまーす。ニラをぶっかけまーす。ニンニクもぶっかけまーす。ほぼーやって、ちょっと待てよ、まだ触んないでよ。もつ鍋完成。どうぞどうぞ。どうなってんのこれ。もつ鍋あるんだよ。あのキャベツとかの上の方に。わ、なんか今ちょっと舐めたけどうまかった。いただきます。召し上がりください。おー、もつ食べてみて。うまい。いいじゃん、最高。うわ、あ、落ちたかも。もつから豚の香りがするんだよ。さすがに冷蔵庫に入れてれば凍らないか。本当寒くなったら戻ってきてね。うん、そうするわ。多分大丈夫だと思うけど。
あった。アンパンマンチャンネル？何？アンパンマンだけのチャンネル？花山香る線見る。これだ。まだやる。じゃあまた明日。おやすみなさい。今マイナス1度だった。なに、うん、なんか凍ってる。霜みたいになってるけど。2度。おやすみなさい。一人だとかなり広々です。おやすみなさい。今朝方の5時半ぐらいだけど、つま先がちょっと冷たい。もうちょっと寝ます。なんなんこれ。一度。どういうこと？雪降ったの？雪降ったの？ちょっと雪降ったんだよ、やっぱ。で、何？この中雪が入り込んできた。ここ閉めとかや、閉めとけよかった。こういう、こっから入ってきたんだけど。寒かった。車最高。いや、ここめっちゃあったかいぞ。めっちゃあったかいよ。うん。あ、海子一人だ。結構整ってるし、なんか。あったかいと思ったら、0度だった。牧田さんのおかげで、ちょっと寝れた。ただ熟睡には程遠い。足が冷たいぐらいで、あとはなんとか大丈夫だった。マキタとあの元電気毛布のおかげで。もうやらないと思うけど、こんな真冬は。多分寝袋を二重にするとかしたらいいと思う。ちょっと思ったで、この後ろにもう一個寝袋あんじゃん。なんかテルトの中でメスティンやるとか言ってたけど、やらねえや。もう車の中でなんか完結させよう。これ鶏節です。しようと思ってたけど寒すぎて無理だわ。いただきます。プースープ、卵うめえ。なんか雪降ってきたわ。おい晴れてるけど、おい、また雪降ってきてる。展望台に行ってみましょう。亀山という素敵です。だって本当だ。あ、穏やかだからか。
それもゴールだよ。こんなん見れちゃったら。家帰ろう。今日帰ろう。赤いに弾けたね。今からちょっとイソメちゃんを逃がしに行く、うん、でその後はもう帰る、うん、全力で帰る。すごい綺麗だね。鬼染めちゃんを出しまして海に返しまして、美しい海でこれ大丈夫濡れない一個ギリギリまで、うん、あ、なんか潜っていこうとしてるね。元気でね。三陸道って無料らしいよ。あ、そうなの。神奈川まで7時間結局さ、今回の旅 FF ヒーターなしでさ行ったわけだけど、私やっぱ FF ヒーター欲しいなって思った。冬の車中泊は FF ヒーターは必要。必要だよね。必要、うん、あと車内であんまりゆっくりする気になれないじゃん、うん、だからあんまりなんか休まらないんだよね。そうなんだよね。ハロゲンヒーターあったかいけど室内全体をこう温めるっていうとやっぱ FF ヒーターの方が全然効果高いから。全然違うわ、うん、電気もそんな使わないし。そうだね。帰ってすぐ直しましょう。